はい、では続いての情報をお伝えしましょう。はい、続いてはですね、読者モデルの岩出さんがですね、はい、アジア料理のお店を紹介してくれます。今回、読者モデルの岩出さんがおすすめのアジア料理のお店を紹介します。今回紹介するお店は箕面市小野原西にあります、箕面市多文化交流センターの中にあるコムカフェ。5月にオープンしたばかりのお店。なぜ多文化交流センターの中にカフェを作ろうと思ったのか、外国人市民グループチームシカモ代表チェ・ソンジャさんに聞いてみました。ある外国人の方から、日本に来てこう何のために自分が生きているかっていうね、目的がないと相談を受けたんですね。でその時にその自分のやっぱりね、いる場所が全然ないと。で自分の国に帰れば、社会的だったりいろんなその、まあ、経済的にもそうなんですけども、みんなが認めてもらって生きてきた。でも日本に来たら言語ができないいうのもありますし、なかなかねその外に出れないと。で家にずっとその家の中にいてたらもうすごくもうストレスで、ものすごくね、その何、つまりその自分が何のために日本に来たかというのが分からないって相談を受けたんですね。その時にそのマフガのスタッフと一緒に考えたのが、やっぱり主婦ですので食文化を通してちょっと自分を発散できる場があればいいかなって、一回やってみようって、あの実験的に年あの2回やりました、場所を借りて。でそこで一つ感じたのは、みんなね表情が変わっていくのをもう感じちゃったんですね。スタートするときはね、みんなねすごい不安な気持ち、不安な顔でした。でも終わった後にみんなすごい笑顔と明るくなったいうのをすごく体で感じたので、そのマフガと相談をしてこれを定期的にやっていった方がいいんじゃないっていうことで、こういう今の形になりました。この日のランチの担当シェフはフィリピン出身のアミさん。メニューはフィリピンの家庭料理が揃ったアドボランチ。見た感じは日本の料理とそんなに変わりなくてすごく美味しそうなんですけど、匂いもすごくいい匂いがします。で今日のフィリピン料理がありまして、まず紹介させてもらいます。こちらがフィリピン風の八宝菜のチャプスイというものです。そしてこちらがデザートなんですけど、プリン、レテプランという名前のフィリピン風のプリンです。で今日のスープはマカロニスープです。で今日のランチはアドボランチというんですけど、こちらがアドボという料理で、醤油とお酢の鶏肉の煮込みだそうです。で早速なので今日はアドボから食べてみたいと思います。でアドボの食べ方なんですけど、カレーのような食べ方をするのがフィリピン流だそうなので、ご飯の上にかけていただきたいと思います。すごい美味しいです。アジア料理なのでスパイスがすごい効いてるのかなと思ったんですけど、そんなにきつくもなく食べやすいのと、あとお酢が効いててとてもさっぱりしているので、これから暑い季節すごく美味しいと思います。次にすごい見た目がいいので八宝菜いただきたいと思います。味もそんなに八宝菜と変わりないんですけど、そんなあんかけがそこまでかかってないので、野菜の味がするしとても美味しいです。野菜が大好きなのでとても美味しくいただきます。最初は皆さん不安っていうのもちょっとありますよね。どんなって感じありました。でも一番安心されてるのが、同じ主婦が作ってるって、プロではないのですが主婦が作ってるので、まず主婦って自分の家族のために料理をしますよね。だからその悪いものをしたり妥協しない、本当に体にいいものをそのまま使うっていうのがあるから、その面で安心はされます。それと
いろんな国を その料理を味わえるいうことですごく嬉しいのと、もう一つはその料理が出た時にそのメニューに関してその直接作った人と外国と生きてる交流ができることをすごく楽しんでおられると思います、はい、こちらコムカフェのランチタイムは毎月スケジュールが組まれ、今回ご紹介したフィリピン料理をはじめインドネシア、モロッコ、ベトナムなど8カ国の料理が楽しめます。本場のアジア料理を堪能できるカフェです。美味しい料理食っています。また来てください。バリッコカヨーレー。バリッコカヨーレー。さあいかがでしたでしょうか。箕面市小野原西にあります、うん、多文化交流センターの中にあるんですけれども、コモンカフェ、ね、面白いですよね。面白いですね。毎日同じ店に通っててももう各国の料理が出てくるし、でそのお料理作ってらっしゃる方もいろんな国の人で、うん、ね、だから交流もできちゃうと面白い、だからこれね5月なんですけれども、曜日ごとにですね、うん、インドネシア、ロシア、うん、コリア、うん、トルコランチとか、モロッコ、ベトナム、うわ面白いですね。ね、本当に旅行行くとなるとそれなりの料理がどんだけかかるか、ね、ランチ代で、そう、世界中を ね食文化を、ね、味わえるというのはいいもんですよね、はい、ぜひ食べに行ってみてください、はい。